赤星鉄馬赤星鉄馬1月11日から1951年11月8日は日本の実業家である安政銀行頭取東京府神楽猿学町で海軍への物資調達で巨万の富を築いた赤星矢之助の息子として生まれ莫大な遺産を相続した赤星家の財産はこの矢之助が築いたものである1901年に 東京中学を卒業後渡米し、ローレンスビルスクールに入学。1904年父の病気のため一時帰国。父親の死去に伴い家業を継ぐ。1906年に再渡米し、ペンシルベニア大学卒業後、1908年に帰国し、同年12月、一年次願兵として、アザブの騎兵第一連隊に入隊し、1909年12月、 予備役編入となり状態し、1910年予備役、騎兵承尉、1922年交尾役騎兵中尉となる。1910年に、大阪の開業医の娘と結婚。政府関係者に随行して、夫婦で、世界一周の新婚旅行をした。1917年、父、矢之助が保有していた美術コレクションを売却。 後に国宝となった物件が多数含まれたことから赤星や売り立てと呼ばれた。総額510万円以上に上る高額の落札額を記録し、当時の最大規模の売り立てとなった。1918年8月8日、文部省管轄としては日本で初めての学術財団となる財団法人広明会を設立し、美術品売却益の5分の1に相当する。 当時の金額で100万円を奨学資金として投資した。資金は出したが、赤星自身はこの財団の運営に一切関わらず、親族にも関わらせなかった。赤星家の資産運用保管の目的で1913年に設立された安政銀行の頭取であったが、1920年に松片岩を率いる十五銀行に経営権を譲渡し、1923年の 時点では、千代高裁保険の監査役だけが肩書きで、新聞では、一行事業というような事業をしてないと評された。1923年の関東大震災で、麻布鳥居坂の邸宅が倒壊した。震災後は、東京吹田摩郡武蔵野村に転居した。当初はアメリカから取り寄せた、木造住宅に建分を一棟に改造した住居に住んでいた。の邸宅には、 国際文化会館が建てられている。1925年、郊外や乱獲、ダム建設などでバランスの崩れた河川故障の回復を目的に味が良く釣って面白い魚という触れ込みで足の湖へ大口バスを移入した。移入の経緯を含めたブラックバスについて記した遺構が1996年に書籍として刊行されている。1934年に アントニン・レーモンド設計の新居が完成する。この住居は今でも残っており、外観は修道院の門から見ることができる。邸宅の敷地は3万坪あり、その一部は整形大学となっている。趣味は馬の研究と釣りとバラの栽培で、新橋の下流界では水人として知られた。朝鮮形状付近に広い牧場を所有し、道楽として馬を使用した。 ありがとうございます。